ちゃん、あ、逃げた。パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。いつなにパンちゃん。私がスマホに乗ってくれてありがとう。パンちゃん。いいよ。パンちゃん、スマホに乗って。何でもいいんだね、パンはね。はい、パンちゃん。何かに乗りたいんだね、パン。ああ、ジャン君。へいへい、ジャン君。へい、ジャン君、ジャン君。いいかね、ジャン君。可愛がられてます。いいか、いいか。二人で可愛がられています。ジャン君もいいか、いいか。はい、パンちゃんもいいか、いいか。うんうんうん、パンちゃん。さっき、ポンちゃん入ったんだった。うん。拭いとかなきゃ忘れた。そんなダイエットはダメで。なんか水っぽいやつだったよ。また毛玉かな。そうかね。ポンちゃん。ねえ、みーちゃんくん、ペロペロしてくれんの、ありがとう。うん。指をペロペロしてくれました。いいかね、じゃんくん。今日ハクビシン見たよ。だそうだよ。ハクビシンがね、いたの。ハクビシンを見たお母さんがいます。あ、なんで、うん、嫌なの。ハクビシンなんか嫌いだ。そうなの。嫌いなんだ僕は。ちょっとジャン君みたいな柄だったよ。尻尾がしましまで長くて。気をつけてね、ハクビシン結構強いらしいの。そう、鼻のとこ白かったよ。シュッて白いのが線が入ってポンちゃん。でもちょっとかなわないかもしれないから気をつけてね、うん、あと電線を伝って、うん、移動するからね、気をつけてね。そう、今日は車にひかれなくてよかったと思ったよ。こうやって見るとやっぱちょっと自身の方が大きいかもしれないね。そうだね、長いよね。うん、うん、細長、そもそも、ね、長かった。顔はそんな長くなかったけど、うん、とにかく体と尻尾が長かった。この近所にはハクビシンとシカとイノシシがいます。イノシシは、イオンの正面玄関に来たそうです。タヌキもいるらしいんだけどね、見たことないな。タヌキはまだ来てないね。しかもイノシシはニュースで言っていただけなのと、あとはシカはフェイスブックで、発見した人が写真に撮ったのを見ただけです。そう、近所でした、まあハクビシンしか見てません。はい、ジャン君、ポンちゃん、そういうところに住んでいるんだよ君たちは。